どうもお疲れ様です。4月7日朝6時30分の相場解説です。今日は金曜日なんで1週間の最後の日になりますよね。そして、えー、今月最初の金曜日でもありますので22時もしくは22時半あたりに米国雇用調整の発表があると思います。それによって、えー、相場の方はね一瞬また荒れることになると思います。いわゆる材料が投下されるわけですよね。まあそれまでは通常とほぼ同じような あの相場解説になりますので、まあ、今日も頑張っていってみましょうでまず日やしを見ていただいてますけども全体を見るに昨日もちょっとお話ししましたけども大きな下落がありその二分の一から3分の1ぐらいの反発上昇がありさらにその半分ぐらいの下落があってこういうふうにギザ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 来てるよねってことですえそして今はねちょびっとした上昇の最中じゃないかなっていうところですでいい感じの時に米国,米国の雇用調整が来ますんでこっからね 明日の朝あたりにはドカーンとなっていたたりりとととかかかボカーンななっていたりとかするんだよなかろうかっていうところがいつものパターンですねそうなるとまたこのチャートの方はレンジで見ていくなりブレイクアウトなり考えることが大きく変わると思いますので明日の朝ねその辺りはまたお話しようかと思います今日の時点で考えることってのは今日の勝負のことになってきますんでやっぱりねもうワントライぐらい金曜日しておきたいですよね で、その時に重要なのが、まあレンジを作るってことなんですよ。今4時間でもレンジってのは作れるんですけども、1時間とだいぶ様相を変えてくると思います。例えばここでしたら、まあ広く構えるなら、こことここでレンジを作ることができると思いますよね。こういう風うな形ですよね。そうすると今、価格帯ってのは真ん中辺にいるんで、倍でもセルでもどっちでもいいよと。うん。あの、向かう方向についていきましょうってことになります。まあこの場合は倍で行った方がいいような気もしますけどもね。 もしくはセルに傾けるんだったらここを中心にしてこの間のレンジオプションが2つあるって考え方ができますいつもこういうふうに分析してますどうですかねはいで今回私たちは1時間でトライするんで4時間っていうのはそんなに重要ではありませんただ全体的な流れの方向を見なくてはいけない時にやっぱりね上の方向に進んでいくんじゃないかなというふうにあの4時間の波動を見ていくんですよ ただ大きな流れっていうのは下の方に来てますからねそこが反発して上に行ってさらに下に行ってその反発の上昇ですからいつこれが下に向かうかわからないよっていうふうな上昇の途中だと思っていただければと思いますつまり用心が必要ってことですでそれを踏まえて1時間見るとどういうふうに見えるかってことなんですけども下髭の勢いすごいですねやっぱりねこういうふうにどんどんと上に行く強い意志を感じますということなんで倍で入れば当面はいいんじゃないですかね ただ倍で入るタイミングがすごく重要なんですけどもその時に私たちが考えるのは今ねこういった小さな1時間の間でのトレンドの最中なんだってことは忘れないようにしながらしながらですよ片っぽではレンジオプションを考えるわけですよレンジの幅についてはもう昨日散々お話ししましたんでもういちいち言いませんけどもこことここに大きく分かれるわけでしょでヒゲ先も例外的にありますけども今回は割愛します となると、すでにここは抜けてしまったんで、ここのレンジオプションを考えることと、同時に先ほどお話したブレイクアウトの警戒っていうのを持っていくことになると思います。今日はそんなところですよ。あとは各自の判断です。何が各自の判断かというと、レンジオプションの戦略で今日行くんですかレンジ。だったらもうセル入れてください。そうじゃなくて、ブレイクアウトで上の方向に行くっていう踏むんですか それにつきましては、もうちょっと待って抜けたのを確認したら倍で入ればいいんじゃないですか。この2択になるってことですよ。ね、ここまでは、私もこうやって相場解説の中でお伝えしましたけども、ポジションを持つんだったらどっちにするかってことは、これはね、今回ね、各自でご決断ください。はい、じゃあ今回は以上です。また追加放送でお会いしましょう。FX オリガルヒの皆様。そして FX の通常講座をご受講中の皆様。 FX オリガルフにぜひいらしてください。それではお疲れ様です。